明楽が11時をお知らせします。こんばんは、さだまさしでございます。11時になりました。さだまさしのセイヤングのお時間ですが、ここで文化放送湾岸戦争情報をお伝えします。東京のスタジオから文化放送の小森憲孝アナウンサーに伝えていきましょう。よろしくお願いします。クウェートからの無条件撤退開始期限まであと3時間と迫り、和平か地上戦かの岐路は最終的局面を迎えています。イラクのフセイン大統領はアメリカ側の通告を無視するかのように撤退開始へ向けた動きなどを全く見せておらず、日本時間の明日午前2時の時間切れで地上戦に突入する可能性が高まっています。しかし一縷の望みとしてソビエトを調停役とするギリギリの停戦工作は続いており、土壇場で一転停戦撤退という道が開かれる筋書きも残されています。ところで海部総理大臣は今夜9時過ぎアメリカのブッシュ大統領と電話で会談しましたが、ブッシュ大統領はこの中でイラクの期限内の撤退を奪還はしていないが希望も捨てていないとこのように語りました。以上です。はい、ありがとうございました。今週はまたいくつかのね大きな動きがありました。やっぱり前にもお話したようにこれ、東西緊張の時代だったら起きていない戦争じゃないかと私思うんですけども、やはりソビエトが頂点に乗り出して、面白いですね。やっぱりこの政治か駆け引きを見てるとね、ソビエトってのはイラクだけじゃなくてアメリカにもこう弾投げてるってところあってね、非常に面白いんですが、まああんまり追い込まない方がいいとは思うんですけどね。イラクをぜひ、大人の解決をお願いしたいものでございます。まあ一番怖いのはこういうニュースを毎日毎日一日に何回もこういうニュースを聞いてこういうニュースに慣れてしまうという我々の心が一番怖いですね。さあ元気で頑張りますよ。さだまさしのセイヤング、今夜は大分からの生放送。セイヤング改めましてこんばんは、さだまさしでございます。今日は大分に来ております。今夜はですね、大分文化会館という船井城跡のコンサートホールでコンサートをやってまいりました。今いるところは大分放送のスカイスタジオ、5階にあるんですけどね、三方がこのガラスに囲まれていて夜景が一望されます。こうして今窓の外を窓を見ますというと広田が映っております。まあそういった状態です。大分のお天気でございますが、これがあった超寒い寒い超寒い、今日は氷点下1度を記録しておりまして、昭和61年以来の大寒波だそうです。ねえ、寒い。寒いね。県内の山沿いの方はですね、この冬一番の積雪に見舞われているという話でございました。ハッピーなんか今日東京から来ましてですね、空港に降り立つなりです。なんだよバカ野郎、東京より寒いじゃねえかよわけのわかんないこと言ってますね。そう、わけのわかんないこと一人でブータれておりました。ちなみに同じく九州宮崎にございます日本最南端の五ヶ瀬スキー場、ここではですね今日75センチの積雪。おお、ただ九州だって冬はやっぱり寒かとばいという世界でございましてね。大分といえばですね、先週も申し上げましたけど、どこ行った、おいた、うん、これですね。はい、昨日は私どもの玉ねぎクラブのコンペがありまして、ありましたよ。私の大好きな、ベップゴルフクラブ豊岡コースへ行きましてですね、すごかったですね。ね、前半はもう1打差を争う、優勝戦線に7人ぐらいが占めている。そうです、これは面白いと思ったら後半雪でサスペンデッド、ね、中止になりました。見えないんだもん前が、あっという間に10センチの積雪、ね、もう帰りにはですねキャディさんの後ついてくのが必死でございます。キャディさんなんか大声でね5メートル離れると見えなくなりますからね、だからこっちですよこっちですよなんてしげりなんかね一人でね、ドラゴンの旗取りに行ってね、そうなりそうなんまだ2人ぐらいなんか帰ってきてないっていう人がいる。もうね井上さんなんかと私なんか雪の中をね歩きながらね、寝るな
死んでしまうぞとか言いながら、ね、寝はしないですけどね、そのうちうちのメンバーがキャディさんのことをですね、シェルパなんて呼び始めたりしましてですね、なんだか ね八甲田山死の方向という感じの話ですけどね、生ラジオドラマ天正少年施設も順調に進んでおります。来週3月3日にコンサートは迫っております。天正少年施設コンサートの方も準備は万端整っております。今日はですね、その私にそれをそそのかした超本人でございます、石井先生もですね、再びイタリアから日本の人に戻りまして、今日ももう準備に入っております。佐田正史のセイヤング第486回を迎えております。今夜は大分 OBS 大分放送スカイスタジオから午前0時半までの生放送でお送りいたします。最後までゆっくりお付き合いくださいませ。佐田正史のセイヤング、この番組はハートも美味しい東ハート製菓がお送りします。第5回東ハートオールレーズンプリンセスの大橋明16歳、とにかく歌が大好きで、ちっちゃい頃から歌っていました。一日も早くオールレーズンみたいにみんなに愛される歌手になれたらいいな。それでは東ハートオールレーズン。超薄焼きのハーベスト、チョコレートを挟んだ東ハートチョコハーベスト、軽くて薄くてうまい。うまいところに気がついた。東ハートハーベストとチョコハーベスト。さだまさしのセイエイヤあなたの文化放送広報部新聞発表のコーナーは、実にこの新聞発表のコーナーは公明正大であるべきその新聞を大いに利用いたしましてですね、勝手にその私どもの番組のキャッチコピーを皆さんに考えていただこうというそういうコーナーでございますね。今週の新聞発表はですね、なんと先週に引き続き V2、目黒区の新聞発表に命をかける斉藤美由紀の作品、それでは行ってみたいと思います。はい、行きましょう。少年よ大使大分県。うん、何実ね、なんて少年よ大使大分県、苦しい大使大分っていう、ね、まあ、今回大分県を扱った作品、大分県というのはですね、この作品しかなかったというんでね、かなりポイントが高かったようですが、中にはね、はい、素晴らしいのがある、うん、大分はドラマってなりますね。おお、いいですね。東京都荒川区の蒲田浩二などはですね、なかなかね、大分つんだぞなんつってますけどね、こういうのあります。それから関口智子なんかはですね、うん、ありがとう大分しましてっていうのがありますね。ああ、なるほど。それからですね、これは笑えるというのが松尾浩二、これ頑張っておりますね、うん、大分県から来てるんです。こういうの選んであげたかったですね、まあ最も東京の新聞で発表されても大分では読みようがないっていうね、うん、私どもは大分高等新聞は向こうでも読めますけど、不揃いの文豪たちっていうのがなかなかいいんじゃないか、うん、結構いいな、うん、銀河英雄伝説の作品はですね、うん、大分は子に従えっていう、うん、うん、それ、なかなかいいのがありますね。それからですね、べっぷり腰ってなんですけど、しょうがない。ほうや氏の中島紀之なんかひどいの。おい田村のバカなんて言ってる。あまりそう。これは失礼だね。うん、これは見た。まあしかしこのようにですね、新聞市場でもって盛り上がりながら、うん、セイヤングのコマーシャルをしながらみんなで遊べるという素晴らしいコーナーでございます。最高です。大分栗の木下でってわけのわからないの書いてきておりますけども、ね、はい、さて、この目黒区の斉藤美由紀にはプレゼントといたしまして、今日の新聞の超拡大コピー、はい、これでございます。でかい、ね、とにかくでかい。これラジオよくご覧ください。うん、それ、超拡大コピーに加えまして、1ヶ月の新聞代金の代わりに、うん、3500円分の図書券。1ヶ月の新聞代は現在平均で3190円だそうですけどね、うん、得しちゃう、ちょっと得しちゃう。さあみんなもサブタイトルを考えよう。さあ考えよう。今日は3月9日土曜日、488回の放送分を受け付けます、うん。この日の放送は東京に戻りまして、東京文化放送からの放送。はい、サブタイトルは7文字から9文字に限らせてもらいます。うん、放送する土地柄や審査委員長、ハッピー鈴木と上山ディレクターの年齢差11歳、身長差20センチ、うん、体重差、これだけはお互いに答えたくないそうですが、うん、これをよく考えて送っていただきましょう。うん、宛先はいつものところ、皆さんからの作品はお待ち申し上げております。うん、ずいぶん前に、なんだっけ、板橋区のコマーシャルをこの番組でやったことあったね、買ってくるぞと板橋区、はい、ありました。荒川区からも来ております、田中博士、いらっしゃい。
買ってくるぞ板橋区の荒川バージョンを考えたのでやってくれ。荒川も荒川ね。荒川も紹介してくれ、うん、なるほど。洗濯物は荒川区なんけ荒川は神を信じますかってあ荒川今夜だけはあ50歳代用ってのがあるぞ、うん、荒川のリード島田も揺れる他の句もねやっぱり考えてほしいですね。他の句もちょっと考えてほしいね。句対抗ね。句対抗応援歌応援合戦いいです ね、 ね、買ってくると板橋区、うん、洗濯物が荒川区わかんない聞きたくないなあんまりあんまり集めたくないね。これ作品は、うん、なんかこう、うん、しょうがないしょうがないけどでもね送ってきてほしい、ね、しょうがないけどいい、はい、植木バチコ16歳いらっしゃい。私は友達に、うん、私がゴホゴホと言ったらお父さん大丈夫と言えと言っている、うん、合図なんだね。合図ね、うん、って言ったらお父さん大丈夫、うん、そしたら私はおみつ、うんかっこおはおかよいつもすまねえなということになっている。その後友達はそれは言わない約束でしょと言って続いて、うん、おうおうおうこの間貸した金今日こそきっちりと耳を揃えて返してもらおうじゃねえか、うん、という、うん、その次私はどうかもう少し待ってくだせい、うん、で友達がその言葉はもう聞き飽きたどうしても返せねえってんならこの娘もらってくぜ。続けて友達おとっつぁん私おみつごほごほああ長い前置き、うん、そういう約束をしている私が長いねこの約束が私がちょっとした風邪をひいた、うん、咳がひどかった、うん、その頃学校で3泊4日の宿泊学習があった、うん、私の周りは一日中時代劇であった、うん、そうだよなごほごほっていうためにおとっつぁん大丈夫風邪でね一日やってないけど遊んでんだね風で、うん、いいねでもね、うんうん、お父っつぁん大丈夫昔はお父っつぁんお帰りができたわよ、うん、ねいつもすまないね、ないねそれは言わない約束でしょで花はじめさんがザ・ピーナッツにドンと胸を使えてスターダストの最中にね懐かしいシャボン玉掘りで思い出しますさあダッツを見たいと怒ってる人があります土浦市の藤沢晴美さんいらっしゃい。うわーコンサート行きたいよさだまさしのコンサート行きたい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 ダッツ見たい、うん、見たかったのにさださんが行けないんだ日曜日にコンサートやってくれないんだもんの、うん、そうか今回日曜日ねえのか、うん、悪いことしちゃったな。ねえ仕事を持っている地方の子供がいる主婦には日曜しかない。この人子供いるの、うん、そうとは思えない口調だけども、うん仕事もそれは自分の口調じゃないですか。だってお前子供のいる主婦があんコンサート行きたいさだまさしのコンサート行きたい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 なんて書くかな。うん最近はでも書くんじゃないですかね。見たかったのにーってこう涙なんか書くかもそうだねそれはそうですね。若いなこの主婦。若いかなり若い、うん、去年は日曜日コンサートやってくれましたよね。去年5歳の娘と2人で行きましたもの。うんね、5歳の娘だからまだ、ねとにかくコンサート行きたい行きたいよ日曜日が無理ならこちらに来てください、うん、そうすれば平日でも大丈夫だもの。なるほど ね、うん土浦のコンサート ね、うん、予定入ってねえかお前土浦ね覚えないかちょっとないちょっとない、ね、でもまたねぜひ日立とかその辺もないか水戸とか全部水戸ない、うん、ね頑張りたいと思います、はい、申し訳ないですね東京都新宿の小泉弘樹いらっしゃい。鳴らせよちゃんと。松さんこんばんは。今回初めて行くんですワールドコンサート、うん、3月26日のユーポート会員保険ホールでしたね、うん、出し物がラッツファイナルでしたね。で初めて行くんですけどラッツを見ていないんですけど、うん、ビデオ買って見ておいた方がいいでしょうか。あそれはもう絶対見ておいた方がいいですよ。ああそう分かんないもんだって意味が意味分かんない、まあ、人に聞くとかね、うん、人に聞いてもいいんじゃないですかね。ああそうかな、もう一回できませんからねその前にもう一回やるとか、まあ、それは言えてるな、ええまあ見ておいてくれた方が分かりいいかな。いいですね。でも話は繋がってないけどもね。ああそうかそうなのかっていうのはあることあるね確かに、やる方も前何やったかちょっと忘れてますね。今回の芝居長いよ。長いよ今回長いよ。もうだからミニコンサートが短い。うんまあちょっとコンサート勘弁してもらって少し短い。うわーっともう曲だけやってね喋りなしでね。何遍聞いたか分からんわそれはペンネーム妖艇丸船長近藤平一いらっしゃい。挑戦状畑中隆二殿うん、私はあなたをしのぐセイヤングハガキリスナーになってやる首洗って待っとれ、うん、妖艇丸船長近藤平一このところ元気がいいからな。ほう近藤平一、ね、もう一つ来ております畑中隆二宛て、
俺宛てじゃねえとか気にならなくて、うん、ここにおらんやつに出すなって、いいんだいいんだ、うん、兵庫県姫路市の山田優子、聞こえてるかな、いらっしゃい。2月23日お誕生日おめでとうございます。畑中隆二が2月23日が誕生日だってさ、うん、90年4月号のラジオパラダイスのプロフィール紹介でお誕生日を知りました。セイヤング攻略法とても参考になりました。プレゼント以外のハガキをそれ以来出すように なりましてから、毎週緊張してラジオを聞くようになって、初めて深夜の区会でサダガマンションの時はもう大パニック。新聞発表のコーナー、サンテレビサダシゲリ出演の お便り、カツさんのゲネで人生相談と教えられる、数えられるほどですが、名前呼ばれて感動引きずってハガキを毎週出してます。巨匠にはまだまだ足元にも及びませんが、土曜の夜が楽しみです。これからも元気でお過ごしくださいませ、うん、ではすごいですね。故障じゃねえ、巨匠からのおはがき、はい、鎌倉市畑中隆二、いらっしゃい。相変わらずいいはがき書くね、こいつは、うん、はがき職人だね、うん、ふっと一瞬のうちに恋をしていることってある。それは叶えられるはずもないもので、胸をチクリッと刺しては永遠の時の流れに去っていく。ふと出くわした人、先入観も何もなく、その場面の輝きだけを感じるから、それだけ美しく切ない。例えばいつかの高校生のお姉さん、満員電車から降りられずもがいていた中学生の僕の手をよいしょよいしょと引っ張ってくれた、その弾けた優しさと明るさ。あるいはプールで会ったあの子、出口の自動扉が開かなくて一緒に立ち尽くした時の困ったように話しかける不器用な仕草。また旅先で見たあどけなさの残る少女、伝統織物に取り組むその目の真剣な輝き。そんな他愛もない場面の数々がなぜか生きている。一つ一つが胸をつっついて過ぎていく。青春って一人相撲だ。自分勝手にドラマを演出しては自分勝手に胸を痛めている。一瞬の場面に恋をし、一瞬のうちに傷ついている。傷を重ねることで大人になるんだろうか。一瞬に生まれて一瞬に終わった恋、そんな星屑たちをいっぱい散りばめて、僕の宇宙はひっそりと孤独に佇んでいる。まあ、このような畑中隆二の大冗談に振りかぶった一瞬の恋という、うん、一編のこのポエムとでも言おうか、さすがハガキ職人だな。素晴らしい、ね、感動すら感じる今日この頃でございます、はい、一方その頃、うん、緊急広告、うん、桜井真希、うん、ダーリン来ました来た、来やがったな、うん、ダーリン皆さんこんばんは。ちょっと聞いて、あのね、私今舞台本番直前で頭ぶっちん切れてんの。ミュージカルやってんだよ。とは言ってもコーラスラインのようなもんではないけどね。でもみんなすごく頑張ってんのよ。お客さんには想像もできないだろうけど、私たちはパンとワインのメンバーはこの4回の舞台のためにものすごい汗と涙と努力の時間を費やしたの。ダーリンや舞台を作ってる方なら分かってくれますね。ダーリンこのダーリンやめんか。ダーリンさださんとか、うん、マッサンとか、ダーリンですよね。さあ私たちは今までのありったけをこの舞台にぶつけるぞ、というわけでパンとワインの2月公演のお知らせです。2月23日土曜日、24日日曜日の両日2時からと6時から大塚ジェルスホールにおきまして、遠い木の記憶というミュージカルを上演します。ジェルスホールは JR 大塚駅北口下車徒歩3分、駅から所々にビラを張ります。怪しげなビルの怪しげな階段を降りた地下にあります。会場は開演の30分前、楽日は混雑が予想されるのでお早めにどうぞ。料金は当日1000円でっけど、受付で桜井さんのファンですと言えば前売り料金800円で見られます。舞台が終わって役者がお客様をお見送りしますが、黒のベストを着ているのが私です。いらっしゃったらお気軽に声かけてくださいね。取って食ったりしませんから、みんな見に来てくださいね。うわっ、グッグ。これサザエさん風にって書いてあるんですけどね。なるほど。実にこの宣伝やね、この宣伝、桜井真希は、ね、ミュージカルをやっとったのはサザエさん知らなかった ね、うん、黒いベストを着てるそうですから、なるほど、みんなで見に行ってつついてあげたりなんかするっていいかもしれない。ダメだからね。そう、うん、千葉県市川市のペンネーム風谷ローがいらっしゃい。沢さん、最近一輪挿しのデイジーさんって方のハガキが読まれませんね。ちょうどあの人の名前を初めて聞いた頃、15周年漂流記というアルバムを買ってデイジーに心を打たれ、あの曲を元に物語を書き始めたのでよく覚えています。そしてあの一輪挿しのデイジーさんのハガキはしばらくの間番組によく顔を出していましたが、最近読まれなくなりました。なんだか少し心配です。もしハガキが来ているのであれば番組内で読んであげてください。もし来ていないのであれば、どうした、病気か何かだったら早く治せくらいのことを言ってあげてください。このハガキ読んだんで気になって調べてみました。一通来てました。一輪挿しのデイジーさん、
3月になったら多分海に会いに行きます。鎌倉あたりだろうと思います。去年の5月に私を救ってくれた海に10ヶ月ぶりに会いに行きます。うまく会えたらまた報告します。これだけの短いハガキが来てました。時々ハガキはね、彼女書いてくれてるようだけども、もう彼やっぱりリスナー同士でね、うん、気になるってのは嬉しいね。なんだかわかんないけどさ、なんか俺たちが友達をこう友達と友達の 間に介在しているようでさ、なんかラジオやってて嬉しいなって思うときってこういう時なんだけどさ、きっとハガキで元気のあるハガキが聞かれなかったら何か彼女なりに落ち込んでたのかもわかんないね、でもまあ海に会えばきっと元気になってまた元気なハガキを書いてくれるかもしれない。茨城県古河市の切れ去る神くん、いらっしゃい。皆さん学校の制服についてどう思いますか。今僕は高3の受験生で受験のための家庭学習の期間に入っています。大変だな受験生ってな。本当に大変だ。周囲の期待とかさ、なんかで押しつぶされそうになるの気持ち俺よくわかるけど、所詮自分の人生だからさ、周囲の期待とかっていうことよりも自分がなぜこういうことをしてるのかっていうのをきちんと見極めちゃった方がいいよな、やりたきゃやった方がいいしさ、勉強の好きな人はどんどん勉強した方がいいと思うけどね、ある大学を受けた帰り道、近くの高校生の制服を見かけた時、何か悲しくなってしまいました。卒業すればみんなの制服姿が見られなくなることが悲しかったのでしょうか。それは好きな人に髪型を変えてほしくないというような自分勝手なわがままに過ぎないことは分かっていますが、まるで卒業式後の寂しさを味わっているようです。今思えば制服があったからこそ表情がはっきり分かったような気がするし、文化祭などでたまに見る好きな人の私服の模様なども印象に残っているようです。もう1週間もすると卒業式があり、アルバムが渡されます。その時も同じような寂しい気持ちになるんでしょうか。これは制服の良し悪しについて、意見を言ってるつもりはないハガキです。追伸で正し書きまでつけてくれましたけど、もちろんそういうハガキじゃありませんね。制服ってのはさ、俺は國學院の付属を出たんだけど、神宮の近くをね車で通るときにね、下校時間に当たるとね、やっぱりふとね、母校の制服を着ているやつを目で追っかけるね。なるほどね。それでうちの高校っていうのはさ、1年生2年生3年生で3年生でバッチの色が違うんだよ。それであ2年だとかね、3年だとかってね、で随分校則も僕らがいた頃よりは柔らかくなっているようだけれどもね、まだ在校生に聞くと、やったんだめね、厳しいですよね、言ってるけどね、まあどんどん、先生も変わっちゃうしね、まだずっといる先生もいるけどもさ、ふと今この制服のハガキを、読んでてね、確かにね懐かしいんだよ。その母校の制服を着たやつ見るとね、そうだ、俺あの頃ないつも白文行ってたな。白文っていうのはさ、食い物屋があるんだけどさ、信濃町駅のそばに行っちゃいけないんだけどさ行っちゃいけないんだけど行ってたんだけどさ、白文のあれだな、あの頃甘いもん食ってたんだな高校時代って。俺なんつうの、フルーツパフェ、あんなもの食ってたね男同士で。お前ら気色悪かったね、フルーツパフェ2つとか言ってさ、石川と、石川さんね。そう、石川の悪口言わない方がいいよ。言わないですよ。石川の母ちゃん聞いてるかね、お母さん。悪口って言わない。そう、ね、あいつ俺この間失敗したって大相模呼ぶの忘れちゃってさ、怒ってんだろうな。石川ごめんな。ごめんなさい。ともかくね、すいませんでした。ふっと気になるのは國學院のね、ことで思い出したんだけど、僕の恩師である安本先生がね、もう辞めるんだっておっしゃってたのがね、気になって、その後僕先生と連絡取ってないんだけど、お辞めになるのかな。惜しいなあ、あんなに先生らしい先生っていうのはそうはいないんだけども、先生らしさっていうのも受け取る側の子供たちの感性であってね、他人にいい先生かどうかっていうのはどうでもよくて、いい先生っていうのは、自分にいい先生かどうか、これはある種人間同士だから縁みたいなもんでね、だから先生もなんだか今の教育のこのムードとかね、教育の中のムードっていうものと自分がやろうとしたものというものの波長が合わないのに、そこで教育現場で生活をしてるって辛さでもってね、もういいやっていう思いになられたんじゃないかと思うんだけどね、俺なんか波長があった生徒だったから、あんなに素晴らしい先生がまだね定年とかそういうお年じゃないのに学校辞めになるっていうのは、まあ本当に残念だなという気がするんだな、なんでかちょっとね、学校っていうのは
これは矢野先生も同じことをおっしゃると思うんだけど、学校っていうのは学問を教えるところじゃなくて、学問っていうのは卒業してから学べっていうんだよな。卒業してから勉強しろ。で、学校っていうのはその卒業した後に勉強していく方法を教えるところだっていうのが一貫した彼の姿勢だったからね。俺はとってもいい先生に巡り会えたと思ってるけど、つい私事になってしまいました。お許しください。お知らせです。チョコレートが塊で入った新しいタイプオールチャンクね。チョコが入ったクッキーなんて珍しいもんな。あ、チャンクっていうの？このチョコの塊すごい。チョコがチャンクで入ったクッキー、東波とオールチャンク。ウサギや帽子屋さんがいなくても東波とチョコレートがあれば、それはアリスのティーパーティ。つぶつぶ入りのいちごクリームにチョコの帽子をかぶせました。いちごの好きなアリスたちへ、新発売東波とチョコレーブ。さだまさしのせいえいえいやん。お知らせをさせていただきます。さだレイココンサートのお知らせです。歌うギターフグ4月9日。怒るわ、あれ怒るわ。ひろた、そういうこと言ったらいかんわ。すいません、僕は CM の最中とはいえ4月9日さだまさしさんのお誕生イブ、4月9日火曜日夜6時30分から翌日のさだまさしさんのお誕生を記念して、お誕生日を記念して、嘘だ、有楽町マリオン11階朝日ホールで開演いたします。大阪名古屋の皆さんを待つといたしましょうか。中畑清です。僕は小さい頃から自然の中で伸び伸びと育ってきました。大自然を知っている人間はみんな元気、底力があるんだ。キャラメルコーンもそんなでっかい自然を知っている。だから元気もりもり。キャラメルコーン大好きです。東波とキャラメルコーン。ねえ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 、世間じゃさ俺たちのことをイモイモって言うけどさ、格好も輪っか型だし、いい線いってると思わない？ポテコ。そうよ、投げ輪の言う通り。私なんかおつまみにもおやつにもぴったりって感じじゃない？うん、俺なんかアイダホ生まれだって。あらやだ、私もアイダホ出身なのよ。芋は芋でもアイダホ生まれ、軽いポテトスナック東波とポテコ投げは。さだまさしのせいやさて、大阪名古屋の皆さんいらっしゃい、さだまさしでございます。さだまさしのせいやん第486回大分は OBS大分放送スカイスタジオからお送りいたしておりますよ。さだまさしのセイヤング、この番組はハートも美味しい東波と聖火がお送りします。第5回東波とオールレーズンプリンセスの大橋明16歳。とにかく歌が大好きで、ちっちゃい頃から歌っていました。一日も早くオールレーズンみたいにみんなに愛される歌手になれたらいいな。それでは東波とオールレーズン。超薄焼きのハーベスト、チョコレートを挟んだ東波とチョコハーベスト、軽くて薄くてうまい。うまいところに気がついた。東波とハーベストとチョコハーベスト。さだまさしのせいえいえいや。薄さの中に品がある。国際ハーベスト大学。はい、皆さんこんばんは。私、国際ハーベスト大学総長破れ障子張窓でございます。教授の花見浩二抜けまろでございます。あ、それから理事長は先日我が子に、お父さんどうして2月って28日しかないのと聞かれて、春が早く来るように神様がしたのさと答えた自分にすっかり ご満悦という、最近お笑い派からロマン派への転向も、
ひそかに計画中無理無理という絶対無理やねこれは、ハッピースイッコと道路工事堀丸以上のようになっております。面白いおはがきには単位を差し上げます、はい、指定単位を獲得し入学進級卒業後は歴史と伝統を持つ立派な職業にもつけるという、うん、新しいタイプの大学、それが歴史と伝統ね歴史と伝統、うん、確かに、まあしかし笑いは全ての文化のを測る物差しであります。どのような、笑いが人々の心を和ませるかということで、その国の持つ文化が測ることができるんです。なるほど、お分かりいただけますか。手におはがちょっと違いましたが、うん、あなたは髪が信じますか。最近、髪が増えたように見えるという整髪料を使い始めたひろたくんです。言わなくなっていいでしょうが。そういうことをね、言うんじゃないです、はい、ペンネームオレゴンから愛、3秒小劇場に挑戦。これ短いのはいいね、はい、うん、焼肉何個10 、うんうん、であと全部消してある。もう一つ書いたんですが、また今度にします。消してある消してあるの。入学許可は許可、うん、音楽学部にも来てるな。殴り合い埼玉、うん、19回目の挑戦、うん、入学許可しよう。そうですね、よく今まで耐えた、音楽学部ブルーライト横浜のメロディーでお願いします、うん、関連の音で今晩とても広いね横幅。入学許可。入学許可。東京都府中市、体に安定感のない男、1回生竹内梅一、これで2回生進出決定、はい、来週からは2回生。そこの項目に主なタイトルと受賞年度、ノンタイトルの場合には思い出のシーンというふうに書いてあるプロ野球選手名鑑最新版、うん、その中に主なタイトルと受賞年度、ノンタイトルの場合の思い出と思わず、うん、疑いたくなるものがいくつかあった。ライオンズ69番立森、うん、関東高時代やり投げの選手として国体に出場した。ライオンズ67番国母、高2の秋の練習試合で左右両投げを駆使して完封を飾った、うんうん、ホークス14若い、高校PL、大学、法政、社会人、日赤と日本一を経験。これいいね、うん、タイガース29、吉田、南海時代に自分が選手会長をしている時に球団の身売りがあった。これはどうして主なタイトルなんだかよくわからない、うん、スワローズ9番杉浦、うん、昨年本塁打を放ってダイヤモンドを回る途中に肉離れを起こした。思い出ね、これね。ファイターズ62番桐山、マシンに頭ぶつけたとか変なことばかり。ジャイアンツ39番ルーキー吉原、うんうん、巨人にドラフト2位指名された途端、昔振られたガールフレンドから電話がかかってきた。もっとすごいのいるよ。ファイターズ53番ルーキー太田、もうフリーキャップが有馬記念で勝った。これがなんで関係あるんだって。あんまり面白いので、3回戦に進めちゃおうか、こいつ、うん、2回戦確定だから。よく見つけますよね。よく調べた。もう、うん、じゃあ3回戦でいこう。3回戦次回からね、うん、評価松だ、うん、松プラス梅だ、梅、うん、梅松、うん、ペンネーム13日の金魚折、4回生単位なし、うん、4回生来てるね、卒業も近いね、はい、増えるね、増える、テレビ好きの Y 先生が数学の小テストを返していた時の実話、うん、今回のテストは非常に出来が悪かった、うん、特に4番の問題は一人もできてない、うん、もう少し勉強しろ、ね、先生でも僕4番で3点もらってるんですけど、あ、うん、お前が内輪で一番近かったんだって。内輪でね、しょうがない、これはね、4回生単位なし、評価は竹で竹、はい、じゃあもう一つ竹もらったら卒業検定試験が受けられる、もう卒業してほしい、もう3秒衝撃桶川メーカー、いちご大福入学希望、うん、ね、母と子の会話、うん、母、あ、子供、お母さん、トマトって英語でなんて言うの、うん、トメイトーよ、うん、あ、そう、じゃあ卵はタメイゴよ。いい加減なお母さん、いい加減だな。いいな、俺好きなの、うん、いい加減だ。トマトってなんて言うの、トメイトーよ、じゃあ卵はタメイゴよ。タメイゴ、タメイゴ、うん、いいな、待つ、甘酒だけ、だけ、ごめん、だけ、うん、そうか、よし、いかげんだな、ちょっと評価が。ペンネーム、ペンネーム、ヨーテーマル船長、近藤、
平一、私は卒業したらお笑い国技館の方に行かず修士課程の方に進みたいと思います。しかしまだ卒業生の中に修士課程の方に進む人がいません。質問です。ハーベスト大学の修士課程はどうなっているんですか、教えてください。昨年亡くなりました1回生単位なしの鈴木よしみ、総監視。それは総武線の秋葉原からお茶の水へ向かう電車の中での出来事でした、うん、次はお茶の水、お茶の水、あ、失礼しましたとアナウンスの声、うん、どうしたんだろうと思っていたら、やっぱりお茶の水アナウンスの声が小さく聞こえたのは私だけではなかった、うんうん、っね、1回生単位なし、うん、今日から竹、うん、よし竹、まだ行くかな、まだ行くか、よし、入学希望ブルーベリー、入学許可、もう許可出しちゃう先に、この前横断歩道で我が子に注意する母の声が聞こえてきたんです、うん、ほら気をつけなさい、車来るわよ、もし引かれたら笑うわよ引かれた上に笑われたらたまらないと思った、うん、その通りだな、入学を許可しよう、許可、うん、松戸市の入学希望は帯谷節子、イオカンを食べた後の夫との会話、うん、ねえ白髪あるわよ、抜いて、ねえ顔にまつげついてるわよ、取って、ね、唇にイオカンの粒がついてるわよ、吸っていい加減な旦那だから、うん、入学を許可しよう、よし、俺ねこれ前から持ち歩いててね、うん、面白いかって聞かれるとね、そうかなと思うんだけど、うん、捨てられないはずがあるんだから思い切って読んじゃう、行きましょうね、モリユ、19歳入学希望、うん、朝の満員電車の中、私はおならをしたくなった、しかしこの状態では自分がしたことがバレてしまうと思ったので、うん、一生懸命我慢した、うん、次の日お尻のほっぺたが筋肉痛になったなんかいいでしょ、どことなしに、わかるな、わかるでしょ、うん、もう一つあるんだ同じようなのが、うん、これ入学許可しよう、入学許可で、もう一つ入学希望なんだけど、うん、赤点キング、これも入学許可しちゃおう、うん、先日の深夜僕が寝ようとすると友人から電話がかかってきました、うん、麻雀するんやけど人数が足らんから今すぐ来てくれへんか、うん、日頃お世話になっているので無限に断ることもできず結局行くことにしました、うん、さて友人の家に行くとそこは誰も来てません、変だなと思ってその友人にどういうことやと聞くとこう答えました、おーよう来てくれたな、あと二人や入学を許可し、入学許可、今夜どれが良かったかな、うん、まあ今回該当策なしにしとこうか、あんまり甘い目を見せるとちょっと付け上がる生徒が多いんだな、じゃあなしにしましょうか、なしにしとこうか、うん、ハーベスト大賞東ハト製菓からの美味しいお菓子の詰め合わせ誰にもあげません、はい、というわけで番組は続くけれども今夜の授業はここまでです。全員道草市内でまっすぐ下校、ついてカメラを笑い声渦巻く別府温泉特設大テントへ切り替えてみたいと思います。を書いて格を上げて行き横綱になってゆくゆくは協会の理事長の座にを射止めようというお笑い国技館のお時間、そうです、先週お笑い国技館始まって以来初の関取が誕生いたしました、うん、まずは十両に昇進いたしました社長後の関土俵入りからお送りいたしましょう。ただいまより十両力士土俵入りであります。シャチホコ香織十両十二枚目愛知県江南市出身春日部屋、さあ西の花道から新十両の颯爽たる登場です。土俵に足をかけましたシャチホコ関、上気したその表情がライトに明るく浮かび上がっております。正面土俵たった一人でぐっと見上げるその両の目には心なしか光るものが見えております。末席で応援のご両親の心中もいかばかりでありましょう。さあ土俵上すらりと伸びた足がぐっと伸びました。力強い両の貝だと太ももであります左右の四股を踏んで、そして今度は地元応援会から送られました金のシャチホコの縫い取りも鮮やかな化粧回しをぐっと持ち上げました。シャチホコ香りの晴れ姿であります。今無事土俵を降りましたシャチホコ関、十両の土俵入りは以上です。それでは放送席の佐田竹親方どうぞ。そうですね、左の貝の貝じゃなかったのが敗因ではないかと思いましたね、うん、まあ、しかし
社長、こう十両の土俵入りってのはどういうんだかっていうと、まあこんなに大げさなもんじゃないんですよ、まあ、ずらり並ぶだけですね、まあね、ただ通り、ね、通り過ぎていくだけっていう感じもしないじゃないですか、ね、うん、現在の筆頭はですね、十両の12枚目に昇進しておりますシャチホコ、早く幕内に上がってほしいですな。そうですね、十両から厳しいですよ、陥落っていうのありますからね、そうですね、もうこれまでは読まれればどんどん上がるだけですけども、もう陥落っていうのありますからね、気をつけていただきたいと思います。はい、それではですね、今週行ってみたいと思うんですが、今週はですね、謎かけですね。謎かけ、大相撲に関する謎かけというんですかね、このあまりいい作品がなかった、そこで岸面特集をお送りしたい、岸面はどこにいるかというと、現在幕下の50枚目になっておる、幕下50枚目岸面、学生横綱出身、はい、ね、岸面50枚目です、僕は大学受験を終えた岸面です。今回はちょっとお願いがあってハガキを書きました。そのお願いというのは、お笑い国技館の番付を確認してほしいということです。佐田さんは番組で僕を幕下50枚目と紹介していますね。でも僕の記憶では確かまだ55枚目だったと思うんです。このまま50枚目から取り続けていくのは、なんだか皆さんを騙しているようで気分が悪いんです。ですからもう一度、僕は現在何枚目にいるのかを確かめてください。お願いします。50枚目です。あ、それでは岸面特集、岸面来てるよ、これは、はい、うまいよ岸面、いきます、今週は岸面だけ、はい、突っ張りが得意な相手と対戦する力士とかけて、突っ張りが得意な相手と対戦する力士とかけて、専業農家と解く、その心は、早く組合に入るのが利口です。うまいね、早く組合に入るのが利口だってなこと言ってるな、続いての作品、判定に物言いがついた取り組みとかけて、判定に物言いがついた取り組みとかけて、壊れた昔のテレビと解く、壊れた昔のテレビと解く、その心は、白黒がはっきりしません。まだある。インタビューが苦手な力士とかけて、桃太郎のお供と解く、その心は、記事を書く人が犬間に猿でしょう。うまいね。社長がどんどん乗ってきました。岸面、乗ってまいりました。小柄な力士とかけて、泳げたい焼きくんと解く、その心は、うかつに手を出すと釣り上げられてしまいます。うまいな、うまいね、どんどん来てるね、スポンサーに対する良い人も来ている、お相撲さんの食事とかけて、東畑の美味しいお菓子と解く、その心はオールちゃんこです。うまいな、組相撲が得意な力士の取り組みとかけて、何を言っても言い返さない男と解く、その心は張り合いがありません。うまいわ。うまいな。今日は岸面一辺と、すごいな、この岸面の猛攻に、もう相撲協会驚いた。岸面の稽古を見たような。そう、もうね、申し合いと言った方がいいようなね、激しいぶつかり稽古だったね。ぶつかり稽古ですよ。これだけ勉強すれば幕下でもかなり上げていいな。30枚目まで上げようか。30枚目ね。20枚いきなり上げてやろうか。20枚目。これ10枚目にウイローがいるからな。ええ。これに照らしてやろうかな、一つ。ね。15枚目まで上げちゃおう。刺激をさせて、ね。そう、ウイローはね、なんだかね、引退をこの間ほのめかしてるらしいからね。言ってましたよね。ロマン派に転向したりとか、いろんなこと言ってたらしいから。わけわかんないこと言いやがって。ウイロー、この野郎、ふざけんじゃない。引退すんなよ。そうだよ、そんなことは。だよ、ダメだよ。引退しないで。15枚目に上げちゃう。岸面、一躍大特進。すごいわ。15枚目まで一気に上がります。いいですか。今夜の技能賞はもちろん、岸面。そうです。技能賞、関東賞。主勲章、全部合わせて平安宮500回記念シンボルマーク入りトレーナー、これを3枚、はーらー、3枚いっちゃう、主勲技能関東いい3枚いっちゃう、はあ、もうこれ優勝力士決まったな、今月のな、まだわからない、まだわからない、ね、そうか、お笑い国技館は3月も相撲なぞか、本当にまだやんの、そう、じゃあしょうがない、好きなんじゃないの、ハッピーが好きなんだ、好きなんだよ、なんか自分が楽しんでんじゃないかなって、うまいって言いやすいんだよね、うまいって言いやすいから好きなんだよ、なるほど、複雑になるとうまいかどうか判断する力が鈍るんだよなるほど、お笑い国民館は3月も相撲などかけておはがき受付中です。さあ、この後はお待ちかね、生ラジオドラマ「正島天正少年施設」の始まり、清です。キャラメルコーン大好きです。生まれてから20年、食べるたびに新しい美味しさ、美味しい、生まれてから36年、ますます
さて、ちょっと待ってね。今どっかじゃない。さあ、ちょっと待ってねっていう、ラジオ番組ないですよ。ちょっと待ってねっていう。いやだから、いろいろあるんだ、人生は。さあ、楽しい生ラジオドラマのお時間ですよ。今夜はその第4夜。それでは早速始めてまいりましょう。グレゴリオ13世との謁見をはじめ、ヨーロッパ各地の訪問で使節としての大役を無事に果たした4人の少年たちは、1587年5月再びインドのゴアに上陸。彼らの心の師バリニアーノ神父と再会することができた。しかし彼らを待っていたのは決していいニュースとは言えなかったのである。なんやて、秀吉様がバテレン追放令を出したんやて。長崎のイエズス会の土地も没収されたて。俺たちどげんなっとよか。な、男先生。どこの言葉使ってんの。セイヤングラジオ生ドラマ、正し版天正少年施設第4話、秀吉の聞いたバイオリン。配役、中浦ジュリア、さだまさし、千々和ミゲル、広田カス、伊藤万所、山下安安、原マルチノ、田村魚雷、ワリニアの神父、および関白豊臣秀吉、さだまさし、語り手もそう、応援指導も俺、脚本阿部明、技術田坂純一、音響効果安藤ホーナー、演出法上山義行、そして演出ハッピー鈴木。私の名前はバリバリのバリニアの神父です。皆さんが日本に帰るのは非常に危険が、デンジャラスですね。時を見計らって私が必ずあなた方を日本へ返してみせます。それまではマカオでお釜、お釜でないマカオで神様のお勉強してください。しゃあないな、バリニアの神父がそう言うんやったらな。もう一時頑張りまひょ。よし、勉強すっぞ。それじゃあ始まっか。あら、皆さん、こんにちは、中原ジュリアンです。次はピエルです。伊藤万所です。原マルチノです。はい、4人揃って天正少年ボーイズでーもう一回行こう。もう一回4人揃って天正少年ボーイズでーす。どこに少年って書いてあるんだ。あかんわこれ。いや、それにしてもですね、マカオは食べ物が美味しいね。それはチョコレートの原料やからね。それはカカオ。あ、それからマカオの人はみんな真面目やね。みんなマカオで話しとりますね。それはマカオ。それから女性の人がみんな綺麗やね。でも逆立ちをして歩いてる女の人は気をつけた方がいいですよ。あれは女じゃない、あれはマカオのおかま。失礼しました。おお、お笑いの勉強もいいけれど、お神様や音楽の勉強もしっかりやってください。そして2年後の1589年11月、ワリニアの神父に宛てた関白秀吉からの手紙が届いた。それはワリニアの神父の一行をイエズス会としてではなく、インドの副王使節として来日を許可するというものであった。つまり、4人の少年使節たちは念願の日本へ帰ることを許されたのである。1590年6月、マカオを出発。7月下旬、懐かしい長崎港に入港。そして翌年、1591年3月3日。今から499年と357日前。ワリニアの神父は、インド副王の使節として、4人の少年、いや、青年を従えて、関白豊臣秀吉の待つ聚楽台へと向かった。気配め
してね、あのわてが関白秀吉だす、あのこがわての自慢の御殿呪落よなんちゃったりして、あのそれにしても随分と珍しいものばかり、行さんお土産ありがとう。これは何でしょう。これはイタリアミラノ製のカッチョウでございます。カッチョウでしょう。それはカッチョウでしょう。カッチョイのあんちゃって。ではこれは何。最新式の鉄砲でござります。ガンなんてね。でこれはヨーロッパの野戦用の天幕でございます。おう、それではこの、野戦用の天幕の中でご飯を腹いっぱい食べまんよ、野戦用なんて。おう、ところでそこにあるのはあの何ですか。クラボー、ビオラといった西洋の楽器でございます。あら、楽器ですか。あ、お主らその楽器弾けますか。はい、はい、おう、それじゃあの早速聞かせてちょうだい。はい、ほな、行きまよか。ワン、ツー、あ、ワン、ツー、スリー、フォー。この時、4人が一体何を演奏したのか、そしてそれを聞いた秀吉は、どの曲をアンコールしたのか。その答えは来週3月3日、大阪は IMP ホールで行われます。秀吉が聞いたバイオリンで、その謎を解くことになっております。残念ながら今ここでその秘密を明かすことがなぜかどうしてもできないのであります。当日このステージを見た人だけが知ることができるのであります。許されよ、この商売上手。下読みして変化って人のセリフまで読みましょう。セイヤングラジオ生ドラマ、マサシマン天照少年施設、激動の時代を生き抜く4人の少年たちの未来には何が待っているのであろうか。中浦ジュリアンの行く手に待ち受けている苦難の道とは。いよいよ来週3月2日は最終回。こうご期待の心だ。秀吉が聴いたバイオリンというコンサート、400年の時空を超えた演奏会というコンサート、平成3年3月3日日曜日でございます。開演は19時、会場は大阪城公園内の IMP ホール。入場料は8000円、ちょっとお高くなっておりますが消費税込みになっております。ただいま発売中でございまして、お問い合わせなどございましたら共同チケットセンター大阪 06-345-2500、大阪06-345-2500番へお問い合わせくださいますように。いよいよもう1週間に迫ってまいりました。まあ実にこのところね、天照少年施設の本が非常に売れているというね、平成3年3月3日というのはもちろんなんですけれどもね、昭和33年3月3日生まれの人は33歳になるというそういう日なんでございますね。ゆるた君、私は今何回3と言ったでしょう。8回。9回です。そういえばこのセイヤングを聴いている人の中に昭和33年3月3日生まれの人ってどのぐらいいるのかね、うん、1人や2人いるかもしれない。もしこの番組を聴いている人の中で俺俺とか私よ私、そういう人がいましたら誕生日を証明できるものなんとかのコピーとかですね、そういうものと住所氏名電話番号、年齢は聞かなくても分かってる、住所氏名電話番号を添えてセイヤングまで送りいただきたいと思います。宛先は郵便番号 160-02 文化放送さだまさしのセイヤング、お日様さんさん、生まれもさんさん、僕も私も33係まで、覚えられるかなこれ。いやだこれ、ね、お日様さんさん、生まれもさんさん、僕も私も33係まで、うんね、さて、お知らせまいりましょう。うさぎや帽子屋さんがいなくても東ハトチョコレートがあれば、それはアリスのティーパーティー。つぶつぶ入りのいちごクリームにチョコの帽子をかぶせました。いちごの好きなアリスたちへ、新発売東ハトチョコレーブ。マッシーパイはアメリカ生まれ、ソフトクッキーでサンドイッチしたホワイトマシュマロをチョコレートでコーティング、大胆にかじるアメリカンサイズのチョコレートパイです。美味しさがお口いっぱいに広がる東ハトマッシーパイ。さだまさしのセイエイエイヤー。
最後おはがきを読もうと思ったんですがあまり時間もなくなってしまいました。こういうおはがきが来ております。熊野プー太郎匿名希望いらっしゃい。松田やりました。とう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 好きな子からチョコレートもらいました。もらった時無理して表情を崩さず低い声でありがとうとだけ言いましたが家に帰ってから感激で涙が出ました。今でもチョコレートは机の引き出しにしまってあります。ひとみさん本当にありがとう。マスさんホワイトデーに何て言ったらよいでしょうか。教えてください。俺はもう低い声でお礼だよ。これしかない、うん、えやっぱり食べてあげないと。でもなんで食べないんだろう。そうそうずっと置いとくとね、チョコレートだってね虫食うよ。そう白くなっちゃいます。白くなっちゃって中にね細い白いね、うん、あの虫がこう出てくるよ。そうそうそう、うん、食べてあげないとダメですよ。食べなきゃダメだよ、ね食べなければダメだ。それは終わったわ。チョコレートはそんなに嬉しいですか。嬉しいんじゃないですかね。チョコレート、うん、美味しいんだろうな。美味しいんだろう。嬉しいんだろうな。嬉しいんですよ、ね、それはホワイトデーっていうのはこれどうしたらいいんだ。これチョコレート返すのか。これ何返してもいいんだよ。オールチャンクでもいいんだろ。そうだ俺返せばいいんですよ。ありがとうって。ありがとうってね言葉でもいいんですよ。うん。びっくりしたぞ。20秒前が逆さまになってた今。よし、うん、20秒前か。でもおめでとうございます、さあそれではですね、さだまさしのセイヤング。この番組はハートも美味しい東ハート製菓がお送りしました。引き続きセイヤングアネックスでお楽しみください。さだまさしのセイヤング。岩手の皆さんいらっしゃいませ。さだまさしでございます。さだまさしのセイヤング第486回、今夜は大分は OBS 大分放送スカイスタジオからお送りいたしております。お待たせいたしました。この時間はこの方の登場でございます。アッピーには関わりのないことでございます。ゲレンデ人生相談勝さん。あれちょっと待って、勝さんの声が聞こえないぞ。もしもし。あもしもし。どうも。あどうすか。いいっすか。いやカツさん時々いなくなるから。カツさん時々いなくなるから心配して。アッピーどうですよ雪。もうとってもいいですよ今。すごいでしょ今雪。うん雪はいいしいっぱいあるし、ね、いっぱいあるだろうね、うん、九州もいっぱいあるよ。九州も。うんすごいよ。あそう。うん昨日なんかねゴルフしてたんだけど、うん、もう途中でね5メートル先が見えないぐらい吹雪になっちゃってね。あらあっちみたいだね。途中で帰ってきた。茂りがね、遭難しそうになった。本当に。あ、そう。さあ、今夜のご相談はこれです。はい、木本康子さん、水亀座、牛久市の方ですね。さあさあ、皆さんこんばんは。私、昨年の夏からずっと悩んできたんです。戦国時代の頃から。どうか私の疑問に答えてください。ちなみにお侍役は草刈正雄さんでした。もしかしたら草刈さんはキスの似合う男なんでしょうか。勝さん、はい、戦国時代にもキスはしたんでしょうか。どうなんでしょうね。ねえ、 あれ南蛮人が持ってきたんじゃない。南蛮人、うん、南蛮人が持ってきた。ああ、いっぱい来てますけどね日本には。ねえ、あれ種子島に届いたんじゃない、うん、きっと。え、鉄砲が来た時。鉄砲が来た時に鉄砲も一緒に来た。うん、南蛮人がね。南蛮人が。じゃあだけど来た人はザビエルさんでしょ。ザビエルさん宣教師でしょ。いけないよね。宣教師キスしないでしょあんまり。そうだよね。うん、勝さん、はいはい、キスの思い出ってあります。え、ありますよ。なんか懐かしくて胸が痛くなるような思い出ってあります。キュンとするようなね。キュンとするような青春時代の淡い。あるある。そうそう、うん、どういうの。え、ほら嫁さんと。え、嫁さんと、うん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 、初めての時ってキュンとすんじゃん。あ、キュンとね。うん、うまいわ。ありがとう。逃げ方が。キスの似合う場所ってどこだろう。やっぱり決まってるじゃん、アッピー高原スキー場。あ、ナイターの。ナイター、いいよ。リフトの上で。ね。そういや、時々ペアリフトでキスしてるカップル見かけますね。いるいる。ああいう時にさ、うん、揺らしてやりたくならない。ね。雪ぶつけるとかね。そう、うん、時々さ、勝さんもご存知だろうけど、ホノルルのさ、うん、日本人大通り、はいはい、このカラカワ大通りでさ、うん、信号待ちながらキスしてる馬鹿いるでしょ。ね、何勘違いしてんだろうな、ね、奴ら。なんか外国の街にいたら外人だな気になるのかね。まあね、しょうがないよね。本当になっちゃうね。悔しいよね。
っぱキスシーン、もう本当に僕は涙が出るような映画でのキスシーンってのはやっぱりね、つい最近見たニューシネマパラダイスなんですけどね。母さん見ました？見てない、まだ。見たら、これ見て。もうこのね、うん、あのニューシネマパラダイスのキスシーンっていうのはね、僕は涙がこぼれて止まらなかったよ。あ、そう。本当に久しぶりにね、体が震えるぐらい涙がこぼれて止まらなかったキスシーンだったね。ぜひ見てやってください。どんな人で行けばいいの？え？何が？嫁さんできないんだよね。そう、嫁さんできないんだよ。あの、まあ、ビデオも出てるし、はいはい、うん、まあ、誰とでも見てください。わかりました。では勝さん、結論、ワンポイントアドバイスをどうぞ。まあ、あんまりね、こんなこと考えてないで、うん、やっぱりアッピにおいで。それがいいよね、うん、キスする暇があったらね。そう、アッピに来いって。あったらね、アッピでしなさい。さあ、木本さんには何を差し上げましょう。はい、ね、大きな時計のついたね、うん、真っ赤なリュックサックを。 あれいいんだよね、かわいいね。あれすごく人気あるんだよね。うん、うん、僕も欲しいと思ったけど、俺持って歩く場所がないから諦めたんだ。というわけで勝さん、ありがとう。はい、来週もよろしくお願いします。はい、お願いします。しかしアッピーホテル、アッピーグランドっていうのは素晴らしいホテルだね。そうですね、本当に大ホテルなんだけれども、うん、そこの支配人と思えないよね、あの人、うん、だからいい、ね、ラジオを聞いてる人の中で、うん、どの程度の支配人なんですかって言う人があるけどね、うん、どの程度も何も、とにかく一番偉い支配人ですからね、あの人、うん、あれでも、このコーナーでは勝さんでも答えられる軽い悩みを募集中です。宛先は郵便番号 160-02 文化放送、さだまさしのセイヤング。アッピには関わりのないことでございます。ゲレンデ人生相談の係です。さだまさしのセイヤングアネックス。この番組は地球をライブする海外旅行情報誌 AB ロードがお送りします。私は AB ロード編集部の田中です。 AB ロードは海外旅行のツアーがいっぱい載ってる情報誌です。値段を比較するのに便利だし、現地のライブの情報も役に立ちます。それなのにまだ AB ロード読まずに海外行ってる人がいるんじゃないかって気がして心配で心配で。 AB ロード。さあ、僕のフェラーリちゃん、キレイキレイしまちょうね。君はなんて美しいんだ、フェラーリちゃん、愛してるよ。ねえ、何、どうしてそのカローラがフェラーリなの？車にニックネームつけちゃいけないってカーセンサーに書いてた。本気で車を愛しています。あなたはケイコ知ってますか？あ、イエス、お料理教室行きます。あなたはマナブ知ってますか？あ、スキバー&ワープロね。 あなたと違う、英会話も必要です。ですからこれをもっと読みましょう。自分に欲張りな人のスクール情報マガジン、ドゥエスレッスン東京、ケイコとマナブ。山下アンアンです。イタリア長介。映画のコマーシャルを聞くような素晴らしいアタックでございましたけどね。岐阜県の伊藤和孝君には新しいカセットテープとセイヤングオリジナルテレフォンカードをお送りします。お待たせしました、大好評深夜の会へ。深夜の会でございます。大好評深夜の会、まず各先生方をご紹介申し上げましょう。選者の先生方です。この先生から、明かりをつけましょう仏壇に、お花をあげましょう彼岸花、山下安安です。山下先生、はい、相変わらずお苦労ございますね。はい、お好きな花は彼岸花です。ありがとうございます。はい、お好きな歌手はさだまさしです。結構でございます。はい、それでは続いて明るい子の先生をご紹介しましょう。はい、このツアーが終わったらまたシングルワールドでございます。皆さん頑張って練習しましょう。そうですね、稽古です。ついに昨日台本も書き上がりました。上がりました。あとは練習あるのみ。もう練習あるのみでございますね。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう、はい、細かい詳しいご案内はまた来週でもね、はい、じっくりいたしましょう。そうです。そして最後はこの先生でございます。3月も間近いこと
お代理様もいい加減、退屈をいたしましたご様子でございまして。ああ、こうなんだが、何もしないで座ってばかりで、のも飽きが来たの。何か面白いことはないか。あなた、将棋でもなさってはいかんが。うん、そうじゃな。それじゃあ早速五人林を呼べ。五人林の方も暇なのは同じことでございましてな、将棋大会が催されることになりまして、まんまいりました。なんじゃ、もうわしの勝ちか。おお、勝ってばかりでは面白くないの。いやー、お代理様がお強いのももっともでございます。なんでじゃ、段が違います。うまい、うまい、うまいな。プロサトシの枕をお送りした。今週は枕のいいのがあまりにもいいのがありすぎて、ね、弱っちゃった。うん、それでは、ひなというお題の2回目でございます。それでは、あ、1回目か、1回目ですね、ひな。それでは山下先生から句を読んでまいりましょう。まいります。はい、埼玉県の中村道夫さん、いらっしゃい。目覚めると、目覚めるとひな人形の毛が伸びた。うわうわ、よくあるよな、人形の毛がほっといたら伸びたなんてな。変わりてえや。続いて、あの、広田、ごめん、先生と。はい、名古屋市、ペンネーム、山下蘭蘭さん、いらっしゃい。ひな用心。何何何それ。ひな用心、ちょん。よくわからないんですけど、ね。リアクション、リアクション。大阪市、東淀川区のふるさと市。久しぶりに飾ってもらったお代理様とおひな様が話をしております。3年ぶりになるかな。おい、たまには明るいところへ出てくるってのもいいもんだな。バカだね、この人。ここの娘さんが嫁ぎ先から戻ってきたんだよ。これ枕なんだけど、あんまり長いと思った俺。偉い長い。あんまりいいんで、もう枕を今週は読みたいと思います。なるほど、さとし、よかったね。うん、それでは山下先生どうぞ。はい、熊谷市のペンネーム、俵の猫さん、いらっしゃい。ひなあられ、食べ過ぎ戻すバカ息子。そんなに食っちゃいけない。そんなに食うもんじゃない、ひなあられなんて。きれいなゲロでしょうね。きれいな、うわ、色まで言うな、想像するじゃないか。広田ごめん先生どうぞ。はい、ですね、大阪市、うん、清水信彦さん、いらっしゃい。うん、おひななら来てよね、あたし寂しいの、知らない意地悪。そこまでないの。ないね、そこまでないの、寂しいの。五七五でまとめてくださるように、ご案内申し上げます。大阪市住之江区の清水信彦。おはっさん、はっさんよ、なん、どうしたんだおめえ。ひな壇の上におっかと二人で並びやがって、ちょこんと座りやがってさ。うん、一体全体それ何の真似で。熊川、お前聞いてくれよ、お前。今朝な、お前かわいい、かわいいお前一人娘のためによ、おひなさん出そうとしたらな、おひなさんの首折っちまったよ。娘には今年は我慢しろって言ったんだけどな、娘が おひなさんなしじゃ嫌だなんて、お前泣きわめくもんだから、お前。しょうがなく俺はまあ、おっかと二人でお前、おひなさんの役やってるだけだ。なるほど。これが本当の代理ビナだ。うまいよね。清水信彦の作品でした。今週私は句を読まずに終わってしまうんでしょうか。それでは各賞を発表してまいりたいと思います。山下安安賞から。はい、安安賞は神戸市の15歳古垣翔吾さん、いらっしゃい、じゃなくて安安賞。真夜中に刀を研いでる代理様。何すんだろうね、何すんだろうね。黒沢明の夢じゃないんだからね、気をつけていただきたいと思います。広田ごめん賞は。はい、ごめん賞はちょっと時間がないんで、今日はひな用心にいたします。長いんでこれから、もう何でもやってください。ペンネームカスタドン、鹿児島市ね。この方に定釜賞をお送りいたします。祖母からの思いを飾って22回。うん、ね、おばあちゃんの代からずっと持ってるこのひな人形ね、うん、これを句にしてくれましたね、ひねってくれました。以上、各賞の入選者にはレコード券をプレゼント。来週のお題もひな、2回目でございます。再来週からのお題は芝居、芝居でございます。いいですか、芝居。こういうお題でもって皆様に、再来週からは芝居で、来週まではひなですよ、お間違いのないように。以上をもちまして、深夜の句会おしまい、おしまい。今日はこのワープロ教室の最初の授業ですね。皆さんよろしく。
では出席を取りましょう。恵子さん。はい。恵子さん。はい。恵子さん。はい。学ぶくん。はい。学ぶくん。はい。恵子さん。はい。学ぶくん。はい。恵子さん。はい。恵子さん。学ぶくん。自分に欲張りな人のスクール情報マガジン。レッスン東京。恵子と学ぶ。すいません、アルファロメオのジュリエッタを探してるんですけど。うちにはないですね。ないっすか。もうここで525件目なんですよね。どこにあるんですか。ここカーセンサー。そう。あったー。欲しい車を探しましょう。カーセンサコーナーちょっと一服ですが、今日は大分放送のですね、はい、コーヒーなど、はい、飲みながら、ね、お送りしてみたいと思います。サダレイココンサートのお知らせなんですが、4月9日火曜日夜6時30分から、先ほどちょっと言いかかったところで、途中でお知らせに入ってしまいましたので改めて申し上げます。4月9日火曜日夜6時30分から有楽町マリオン11階朝日ホールで開演です。チケット発売は2月24日日曜日からになっております。全席指定の3500円、文化放送チケットポートウィークチケットピアチケットセゾンで発売になります。爽やかな歌声という感じでますます頑張っております。サダレイココンサートご期待ください。さあ、おはがきをね、たくさん読んでまいりたいと思います。これはエッセイスト山本こたついらっしゃい。私は散らかった部屋に住んでいる。散らかった部屋には美しい部屋にはないドラマがある。わかるなこれ。例えば探し物、たった数日前に使ったばかりのものでも今はまたきちんとどっかに行ってしまっている。必要な時に限ってなかなか見つからないもんだ。その時は大抵焦っている。心当たりの場所を一心に探し回る。あいつ今どこで何してるんだろう。元気だろうか。汚れた部屋をさらに汚し、疲れ切って諦めかけた頃、ふとしたところからふっと顔を覗かせる。喜びと安心があふれ出す。毎日が冒険なのだ。いいね、うん、俺こういう部屋好きね。もうね、大分3日目だからね、今夜で、うん、もう部屋は足の踏み場もないよ、俺の部屋。そう、恐怖だよ、うん、田村明日、うん、ね、もう今日この放送終わってホテル帰ったらみんなで片付けよう、うん、そうしましょう。俺一人じゃ片付かないんだ。お前ら偉いな、あれちゃんと入るもんな。出さないもん。あ、そうか。ええ長野県諏訪市の蟹江達也いらっしゃい。マスター皆さんこんばんは。どうも今夜は寝つけそうもない、うん、だからこう今夜は寝るのをやめようと思う。うん、それがいいだろう。それいい。この人偉い。でも寝ない、寝られないからなんか大変だとか言い出すからね。まあそういうね、寝ないのでいいの。そういう、そう、でも眠くない、ね、眠くなきゃ、眠くなきゃ寝ないこと。そう、もうこれしかないですね。先週、これはね、長野県の山田和代いらっしゃい。先週どこにも行き場がなくなり、廊下で放送を聞きながらうまいと叫んでいたハッピー鈴木氏、うん、私の脳裏にはお父さんに捨てられたポチの図が浮かんでしまった。うん、もうこの子漫画うまいんだよね、うん、オンエアって書いてあってね、うん、第一スタジオのところに張り紙がしてあってダジャレ厳禁って書いてあってね、ハッピー退散なんて書いてあるの。でポチがね、みかん箱に腰掛けてタバコ吸いながら、チ、俺も中に入れてくれよ。それは浮いてるけど一応文化放送の社員だぜ。通りすがりの人々だって減れるのによ。マスさんの意地悪、あ、キューが振りたい、こう書いてあるやつね。まあ、なかなかいいね。いいね。あとね、いろいろね、いいハガキがね来てるんでね、もうどれ読むか迷っちゃうんだけどもね。佐田さんおめでとうございます。相馬真理子さんは静岡県に綿がいらっしゃい。あなたは NHKFM ミュージックスクエア金曜日 DJ 中島みゆき場のマイカウントダウンのコーナーで、みゆきさんと食べたいこんなパイベスト3で堂々第1位になられました。受賞曲はもちろんパンプキンパイとシナモンティーです。第3位はビートルズのハニーパイ。ビートルズを超えたか、偉いもんだ、うん、第2位は竹内まりやの不思議なピーチパイでした。 DJ のみゆきさんがミートパイの歌ってないのかしらと言っておられたので、佐田さんの分岐点をお勧めしておきました。これからもセイヤングずっと応援してます。頑張ってください。偉いもんだね、うん、パンプキンパイっていうのはね、ね、うん、案外この歌作った頃はパンプキンパイって珍しいパイだったんだけどね、最近では珍しくも何ともなくなりました、
さあ、もうそろそろ時間ですか。リクエストが来てたのどこ行っちゃったかな。これかな。大分県別府市、あ、よかったね、ちょうどいいリクエスト。内山恵美子さん、14歳中学校2年生の方からリクエスト来てます。不良少女白書のせいや。ラストレターです。匿名希望さん、愚痴です。今年の元日におじいさんが亡くなり、センターテストで思いっきりこけ、私立大学入試真っ最中におばあちゃんが亡くなり、受験した大学8校全部落ちて、家は決して金持ちじゃないんで浪人もできない、死にたいなんて言うと沢さんに怒られると思いますが、今はただ絶望、脱力感、涙などが一斉に込み上げてきて放心状態です。こんなのってありですか。辛いね。辛いね。辛いですね。だけどこれがありなんだな、こんなのありなんだよ。ありです。でね、なんでありかっていうとね、まあ俺はちょっと運命論者だからこういうこと言うのかもわかんないけれども、縁ってあると思うんだよね、いろんな縁で。俺もね、こんなのありって言いたくなるような思いってね、もうそれはもう何回も何回も繰り返してさ、体験してきて同じミスをするんだよな、人間っていうのは。同じようなドツボにはまるってことあるんだよね。でそのためにこんなのありなんて誰にすがりようがないんだよ。俺わかるわ、誰にすがりようがないでね、すがったところで解決策はないので。例えばね、だけどこうして受験した大学に全部失敗しちゃった、これから二次募集がある、ラストチャンスだから俺立ち直れるかななんてね、これは立ち直れるんだ。で立ち直れないことはないの、ここで捨てちゃダメ。必ずね、どっかに道が引いてあるよ。これはね、不思議だけど運命の神様ってね、俺偉いと思うのはね、よーく探してごらん、どっかに道ある。それ探してないね、こんなのありかよなんてね、投げるような気持ちになる時ってね、確かに目の前は八方塞がりなんだね。とかその八方塞がりのね、足元ずーっとこう見回してね、本当に八方塞がりかなとかって見渡してるとね、どっかにね歩いてく道ってあるよ。そしてね、きっとそれがね、必ずいい方向へ向かってく、そう思うよ。人間に超能力があるとすればね、いくつかの道の分かれ道で迷った時にね、必ず自分にいい方向しか選ばないっていう超能力があると俺信じてんだよね。だからどんなに悪い結果が目の前にあってもね、それが次のきっともっと大きないい結果を呼ぶ最初の分岐点だと考えた方がいいんじゃないかな。たくさんこういう人いるだろうけど、あんまりそう落ち込まないようにね。セイヤングははがきコミュニケーションラジオです。お便りの宛先は郵便番号 160-02 文化放送さだまさしのセイヤング、それぞれの仮宛です。来週は大阪 MBS 毎日放送からお送りします。今週も最後までのお付き合いどうもありがとう。お相手はさだまさしでした。さだまさしのセイヤングアネックス、この番組は地球をライブする海外旅行情報誌 AB ロードがお送りしました。豊かな暮らし、充実ライフ、繊維資材から住宅資材まで暮らしのファッションを演出するトータルファッションクリエイター、村田町株式会社。受験勉強をはかどっていますか。無理をしすぎても能率は落ちる一方です。そんな疲れた時のリラックス方法をお教えしましょう。まずは窓を開けて新鮮な空気を入れ、大きく深呼吸、これだけでも随分違いますよ。体の疲れにはストレッチ体操、目の疲れには眉の上を指でマッサージ、眠気覚ましには足を洗うのが効果満点です。頭も体もすっきりして体調に気をつけて頑張ってくださいね。ね、受験英語で悩んでいるなら基礎から徹底的に教えてくれる JPS に電話して。東京03-3464-5555、3464-5が4つ。あなたを応援してるのは英語専門予備校 JPS アカデミー。忘れないで。高校生の皆さん、一新予備校栗沢校町田校が開校します。現役で合格したい、当たり前のことを当たり前に実現したい、現役主義の一新予備校はそんな高校生を応援します。新年度の授業は3月から、ご希望の方に一新予備校入会ガイドをお送りしています。
なんかぐしゃぐしゃぐしゃごっくん、あ、飲んじゃったら電話できないじゃないの。でもおやつからピーピー、その時ここ持って金魚吐き親父人間ポンポン親父あっ、ガッツ次行きましょうもんねもう時間だね。今日反則トークを交えさせてくれた。ね、反則トーク。読めずに。CM だね。もうちょっと聞こうじゃないの。はい